はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。太鼓立志伝 5DX ライブ配信始めていきましょう。今回も27回目、28回目か。今の勢力図見ていきますと、いよいよ関東に手を出しつつあります。前回で、徳川家は小田原城を攻め取りました。70万か、70万もお金持ってるんだな。韮山城とか狙ってもいいかもしれないですね。まあ今川にあげてもいいかもな。韮山城よりは違うとこ狙いたいですね。かと上杉も黙っちゃいません。ということで、この辺を中心に攻めて関東への先端を切り開きたいと思います。まあ、ここ攻めていいけどな。上杉屈服させる手もあるか。まあ考えましょう。はい、この動画は Twitch で配信しております。 Twitch アカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please、 チャットコメント Please、 そして、プレミア公開、YouTube で、2日後7日21時頃に配信するようにいたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live Archive My YouTube チャンネルプレミアライブ2 days after My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 This Live Archive My YouTube Channel 2 Days After Twitter X My Account Please Follow and Repost and Good Button Please。 はい、では行きましょう。綱なり10万人、それから氏間さん、どっちがいいんだろうな。ここ攻めて取ったとしても多分援護が来ると思うんで、最初はしんどいですが、やっぱりね、玉縄城から攻めに行きたいと思います。それでいきましょう。とりあえず今体力が100なんで、茶会できるかな。あ、もうダメ。氷上の間、氷上の間です。さあ、だまさゆきが待ってます。結構多いからな。お、ん？家康？今家康いたな。あ、女子命令してんのか。あ、し、締めはこの4人だけだ。じゃあもう攻めに行こう。合戦です。玉縄城へ行きましょう。大丈夫だよな。1万8500人います。島津義久、真田昌幸、鈴木、佐田優、鍋島直重、4人で、攻めに行きます。5援軍は要請しときましょう。あれ、なんで家康じゃないんだ。家康はここか。
あ、でもちょっと少ないな。わ、すごい。あ、出撃してんのか。どこへ行ってんだ？どこへ行ってんだ、こいつ。氏真。じゃあ、しゃあないな。岩殿でも、島山、小諸、岩殿で行きましょう。着きました。一体氏真はどこを攻めに行ってんだ。まあいいでしょう。騎馬鉄砲とか無理な。ああ、鉄砲が使えないんだ、この辺は。無理ですね。じゃあしゃあないです。この2人は機動力を使って戦ってもらいましょう。まず、いつも通り備え配置。やっぱり、たまな、やっぱり北条、たくさんいますね。もう一回、援軍要請。だから無理か。でも、ここで呼ぶのはちょっとな、2万。多分これ追いつかんだろう。あと、この辺とか一式とか。呼ぼう。1万。出せないか。やっぱ無理か。わーっと出して、なんか動きを防ごうと思ったんだけどな。とりあえず、行きましょう。奮闘努力。まあ、北条油断ならないですかね。北条も独自の技持ってますから。いに。認めて委任とかできないの？とりあえず風林火山。いいでしょう。おお、なんかもう早くもやる気満々です。サーダは騎馬で攻める。何？減らしかかります。下げようとする。六角？あ、そうか、六角が味方になってんだ。鉄砲ばっかり。お、一人だけは普通に攻めた。二度目嫌なやつやな。ビーム。本体狙ってきた。エンドはこっちの方が上だと思うんだけどな。一気に叩き潰すのじゃ。お、本体を狙ってきた。本体じゃないか、ごめん。第2体か。いいです。いいですね。どんどん焼きましょう。環境、縄文破壊は楽しいぞい。力攻め、ガンガン。また本体攻めてきたか。結構ダメージが大きい。
いいですね。どんどん溶かしていきます。カゴ本当はいらん。いいよ、カンカン。約大手桃も約半分になりました。勇気か。熱湯、千成秒単、いいですね。野戦になります。勇気も結構健在だなあ。攻めてきた。え、嘘だろ、嘘だろ、本体攻めてきやがった。え、こいつまさか、嘘だろ、意外な展開。え、本体ってどこだ。2番ゾノエ、4番ゾノエ、1番ゾノエ、軍団長はこいつか。軍団長狙いに行きたいが、キワ突撃かな。キワ突撃撃とう。おい、一応どかどけっていう感じですね。あれ、伏兵、恫喝、希望って何？士気を下げるのか。回復はまあいいや、ほっとこう。あれ、なんで馬じゃないんだこの人。三段打ちでもやっとこう。いいですね、どんどん溶かしていきます。一応待っとこう。あ、普通に撃てばよかったのか、待機じゃなくて。あ、スラルヒア、本体近づいてきた。またキバ突撃。
一気に前進です。百発百中って、野戦の時ってどうなってんだ。野戦の時は射程と攻撃力を向上させるんだ。じゃあ使いましょう。なんか使い役割が違うみたいですね。あ、クリーン火山使えるのか。まあ いいですね。攻撃力が上がった分がもろに効いてきます。もう、はい、速攻で、使いましょう。レア号しか使えないんだ。ん？連携できるけど。さあ、後ろからやってきますが、その前にちょっとやってしまいたいところだ。いいよいいよ。本当どうか。本体を攻めたい。三段打ちか。三段打ちを狙います。今士気は結構高いんで、本当で行こう。あ、無理だ、普通に撃とう。でも潮の近くにいるから逃げられそうですね。狙ってきますが、当然倒した。あー、やっぱり隠れたか。ってことはこいつ倒さないといけないよな。いけなくなったな。まあ構いません。どんどん溶かしていきましょう。構わず。敵の本体は突撃です。おっと、相手はひるんだ。やりました。撃破です。
あ、まずは そのうちかな。一気に削っていきますね。さらに打ち打って、ここも撃破です。あとはとりあえず本体へ向かっていくしかない。関係なく待機で本体へ向かっていきます。守りま守ろうとしますね。渡れない。こいつは川渡れないんだ。じゃあもう援護です。やるしかないでしょう。もうこうなったら騎馬突撃。ああと去っていきました。じゃあまた備え配置。まだ大手門で半分残ってます。委任軍団長以外全部委任。援軍要請ちょっとお願いするか。ダメだ、まだ呼んできてくれない。呼べば現れるとはならないのか。じゃあちょっと三村にお願いしましょう。承諾した。まあ間に合わんだろうな。やらんでいいような気もするけどな。もう一回フリー火山。モチベダウン。モチベを上げにかかります。あまりモチベ下がりません。おっと、火攻めだ。ファイヤー。
お手も攻める。これもう一回野戦になる可能性もあるな。コブ。じゃあこれやるか。一面ダウン。サイビーム。ここで火攻め。だいぶ減ったが。ガンガン。ん？あ、そ、立つだった。熱湯だ。ビームだ。千なり秒単かな。ビームが飛んでいく。誰を狙撃するんだ。ここで決まったか。あ、まだだ、もうちょっとだ。これで開いた。和議の使者来た。幸福だ。もちろん受諾です。ウジェクニやったっけな。勝ちました。で、まだ攻めます。八王子城かな。江戸城もありますが、大なんだ江戸城。八王子城にしましょう。だいぶ減ってるな。まず備え配置。で、委任、まあ、秀吉以外全部。レッド前、援軍要請。今川さんお願いしますは、ダメか、まだ。3000人？えらい減ったな。何が起こったんだ？小谷城、じゃあ、信孝。出す、ダメか。じゃあスタート。まあ 3倍近い兵力あるから勝てるとは思うんだけどな。雨が降っております。雨やんだかな。雨降るのかな。かなんかな。また週末なんか天気が悪い。え、早っ。結城家またか。まあ下手に攻めない方がいいかもしれないですね。いや、ここは
力攻め、ガンガン、早いな。まあ行きましょう。相手の方が兵士が多いわけではない。まあもう待ち伏せですね。なんだ、どっちだ、どっち、鍋島さんが、鍋島さんだいぶ減ってるな。さて、うん、剣手、偶然を装い合った。あなたを振り向かせる。怖い、怖い、やっぱり怖い歌ですね。怖いですね。江戸川長春。いや、まだだ。あ、移動力も上昇するんだ。これ野戦の場合は使っちゃいましょう。機動力大事だもんな。ん？あれ、全然移動力増えないが。前に出ない方がいい。ここら辺で待機だ。で、ここで、あ、ダメだ。待機で、組打ち、ここで組打ち鉄砲です。消えても構わない。あ、これはそのまま行こう。ちょっと立ち、引きますか。来た。これってなんだっけ、三段打ち、なんだこれ、乱射って。ちょっと待ってよ、今2つしかないから乱射試してみる。わからんな、正直。三段打ちの方が効果あったかもしれない。いいよいいよ。
き込みってあるんだ。じゃあ引き込みましょう。同じ陛下の敵や、ああそういうことか。引き込めないんだ。じゃあ剣手、ちょっと罠でもしとか、どっちがいいんだろう。罠は引けない。引き込めないとなると何が使えるのか。士気を下げるやつと連携するやつとか。で、掘りましょう。掘る（意味深）。かな。連携は無理か。連携は無理だからここで連携か。やりました。うちに、あ、倒した。鼓舞するが、まあ、当然来ないですからね。これはこっちだな。一気に溶かしていく。さあ当然動く。あ、立ち去りますね。
これでどんどん兵が溶けてくれるといいんですが。あ、まあまあいいか。プリン火山。鶴瓶打ち？病炭だな。食料は42日分か。もう一個攻められるな。どかつ。要請に切りましたね、相手の兵士も。これ前に突き出てる方がダメージ大きいのかな、ひょっとして。モチベがダウン？モチベダウン。みんな去りましたね。一体しか残ってない。鉄砲が使えないの攻撃いきますね。大手門がどんどん削れてきます。いや、まだ早い。雨天車駅もいいが、これ雨天車駅するわけがない。次削っていきましょう。 OK、 あっという間に本丸です。食料は38日分。江戸城に行くかどうするかですね。もう一つ攻めるなら、チベはまだ大丈夫。じゃあ多分相手から和議言い出すだろう、これだけやられたら。あ、これはもしかして勝ちました。攻め落としました。え、江戸城で戦い起こってますね。今川が攻めてるとか。江戸城を攻めてんのか、川越に行ってもいいかもな。トップは鈴木さんです。ダントツ。
2位が真田昌幸、3位は秀吉。しゃあないな、火星目標を選ぶ。ん？逆に言ったら江戸城を攻めてもいいかもしれないよ。江戸城を攻めないなら結城家とぶつかんのか。まあどっちにしても結城家と接するからこっちかな。は？ダメか。援軍扱いにはならないのか。帰還ですね。まずは武家で、薬タイム。宇治国。あ、ごめんなさい。薬渡します。マンキンタンよく聞いてください。でももう終盤戦だからあんまり細かくやらんどこう。鳥居さん久しぶり、なんかえらいふくよかになったな。お平手さん、調子悪そうだ。ちょっと京都行きたいな。京都行きましょう。あ、なんか結構調子悪い人多いや。薬がどんどん消費されていく。贅沢言ってる人もいますが、まあ城へ行きましょう。はい、いいんじゃないでしょうか。大井戸加賀、前田家ですね。年家と待つ、微細を心。お、いろいろあります。お、増築、どこを増築したのかクリックしても分かんないや。まず茶会です。真田昌幸、金庫入金、いや金庫出金か、軍資金から2万引き出そうで、ここでもちろん食べます。今11月24日ですね。まあ古い回復するだろう。ちょっと次どうしようかな。まず勢力図見ていきましょう。こことここは取りましたね。江戸城は今誰と誰が戦闘中なんだ。34,500人減ってる。結城も結構しぶといな。こう魔の手が北陸前に伸びて南部も抵抗してるけど、あれこれ、え、あ、伊達全滅じゃないの。あ、ここがここにいるのか。加古伊達城ですね。加古伊達も一回行ったことありますが、なかなか町並みは素晴らしいですよ。あと安藤家もいます。北には
本拠地まだ岡崎城から移動してないんだ。うん、そうですか。一体誰と攻めてんだろう。あ、それはもしかしたらこの表情の間に行くとわかるかも。あ、いや、わかんない。何が起こってるかが謎だ。まず王陣地。お、結構上げますね。上がりますね。まあ、全員上げます。あ、ダメだ。コントロール A だとダメだ。コントロール A でも効かない。 Windows 流儀はここでは通用しない。このゲームでは。じゃあ城主任命かな。まあ城主任命の前に、まずは輸送を行おう。輸送先は当然こことここがあるけど、両方5000人なんですよね。でここは4万6000か。これって規模は大か。こっちだからな。玉名城はまだあんまり移動したくないですね。うん、これ丸ごと移動しましょう。なんか軍資金がちょっとやばいんだが、まあ兵士を入れ替えるとかないの。まあ一旦輸送元交換して、ここから移動して、いや、ここからまず玉名城へ。これはちょっと寂しすぎる。軍資金8万、兵糧7万ぐらいをにしないと厳しいな。士気や訓練度も低いですね。鉄砲や大砲はいらんけどな。小田原城も軍資金8万、兵糧8万で移動です。で、一旦は決定。一条大城まあまあ勢力いるな。二条城か。まあ稼いではいるけどな。4000人。兵糧1万かな。あ、ここも結構いいと思いますね。兵士5000人。あと玉名城もはまだ5000人なんで移動させないといけない。
三木城から、いや三木城から玉名城へ、もうあの兵士9000人で、軍資金、2万、これでいいや。あとは岐阜城もあるし、もう安土城が結構でかいんだ。ちょっとこれ1万ぐらいもう兵士やっていいと思います。で、かつ軍資金も6万兵糧も6万、これでいきましょう。でこれで OK な上で、どうしようかな。城主任命か。玉名城だけ城主任命します。さあ誰に任せるか。大友総理、お前行ってこい。ということで、与力を送りましょう。なかなかすごいな。柴田をまあまあ、軍資金と兵糧が足りないんだよな。磯野、高遠城は1万7000人いるが、軍資金がとにかく足りないよな。ちょっとこれは小早川高景だけど、一回直轄領にして送り込もう。まあ、もしくはここ直轄領のままでいいかもしれない。輸送高遠城、八王子城、八王子城かな、どこがいいんだろう。まあ八王子城にするか。兵士7000人。兵糧はそのまんまでいいや。高遠城、軍馬。まあいいや。軍馬、兵士は。次で坂でいい、全部兵士は全部だし、あと軍馬鉄砲も全部巻き上げます。大砲はないよな。でこの上で戻って、人事上主に、高遠城やっぱり上主任命しましょう。あ、の前に高遠城に逆に送ろう。
加藤城に、軍資金9万これだけあれば十分だろう。兵糧2万ぐらいであれば大丈夫だな。で、人事、上主任命小早川隆景だったっけ、もともとは。もう一あでも小早川隆景優秀なんだな。うん、相良さん信勝もあるんだけど、福平23歳かちょっと不安だな。勘兵衛小早川いいと思うんだよな。だいぶお前あの今回の実績上げたから高東城の城主になれ。一応頼機も頼機も2人ぐらい送還してやるから。全員はいらんよな。この三雲っていうのは悪くはないけどな。こっちの方が不安だな。こっちを玉縄城にはあのフルでそれなりに強い人を入れないといけません。これ強そう。報道もいるし得意悪くないような気がする。で今武将だから次侍大将これも強いな。足は左近じゃない。太田牛一、太田牛一は信長後期書いた人ですね。家臣だったんだ、知らんかった。はい、ということで、ここまでかな。飯山城にも一人だけ中川清秀でも金森さんもういいや。でこれで戻って主命伝達、あ違う主命じゃなくて上主指示、いろいろやること多くて大変だな。森元彩は地方公約とか言ってます。関東か。もちろん城下、まずは城下発展だろうな。当然戦うための城じゃない、もはや高東城は。で、あとは鈴木、じゃなくてどこだ、砥石城、玉縄城の大本大江総理はたっぷりやったんで地方攻略です。これしかないと思います。はい、ということでこれをやって、あと主命伝達か、主命伝達、自動振り分け、お金かな、金策か内政か、地方とかも優秀だからな。悲しみも怒りも因数分解してやるわとならないのか。シルトシッサ、みんな優秀だなあ。弓術でもいいけど武芸へ行きましょう。治安向上が圧倒的だ。どんだけ
あれなんだ、治安ゲヘナなんだ。カイコン京極さんはちょっと調子が悪い。あ、これお金稼いでもらおう。お金お願いします。お金だろうな。大砲購入。あ、演説。佐藤。鉄砲購入ですね。武士研究調達。ミクルンルンに2が どっちかといえば武芸なんだな。じゃあこうか。伊集院さん開墾を希望されています。開墾じゃない。上位でいいのかな。どっちかといえば武だが騎馬。どっちかといえばブーですね。クキさん忍術佐久間。たくさん部下がいるな。正直この辺のいくらかは資金どっちかといえばブダが
鉱山か、鉱山いいと思います。村井さんは九蔵寺、忍術、どっちかといえばブだからな。でも忍術、これはあのお金を稼いできてもらおう。鉄砲、最後はこれで締めっていう感じですね。で、これで朝廷工作へ行っていきましょう。じゃあ京へ、向かいましょう。で、ちょっと待てよ。誰とやってんだ？お、羽柴郡の秋、国虎もなんか加勢してるんだ。どうかな、勝てるかな。あ、行商人だ。まず行商人に会いに行きましょう。もちろん買います。はい、買います。清水の砦で、はい、入ります。入ってどうぞ。酒場に行きます。用心棒を雇います。もちろん高くても強い人。出ましょう。薬屋とかないのかな。物品購入、価値は黄金分度。あ、これ武器か。具足とかいらんよな。じゃあ種子島を20ぐらい買っとこう。あ、いいよいいよ。
伊勢物語10個買っとこう。竹取物語10個買っとこう。石見銀40個買っとこう。ということで、開口じゃあ行きますか。250か。で、誰かいる。ちょうどかさっきの行き先指定で今日へ。今日の町二条城へ GO。 今日の町だったと思うんだけどな。誰もいない。亀太郎さん、今ちょっとスペックを見てみよう。悪名はないんで寺に行く理由はそんなにないな。表向きは何ですかね、聞こえてしまう。書物鑑定なんだこれ。政治書価値は4。あ、所有数も3つあるんだ。じゃあ帰りましょう。帰らないけど、どうするか。南蛮寺でも行ってみるか。いや、いいか。やっぱ行きたいとかも公家宅しかないからな。口添え5000。1万でもやや認められたもんな。薬買う。薬全部。まだだ。使えるだけ使おうとしてるんだけど。権大納言。でもこれで終わりじゃない。まだまだ行くよ。
そうなんだ。これいくつぐらい、いくつ単位で、一回いくつ単位でやればいいんだろうな。が一番効率がいいんだろう。間違えた。超低貢献度すごい上がりまくりなんだろうけどな。あと5回口同様できるのは。おお、つい内大臣か。あと2回だな。支配力っていうのがあるんだ。南部っていつ攻めれるんだろうな。勇気かな。それよりはこれで OK。 ちゃんと正規の手段を使いまして勇気を敵にしました。ていうかもう敵対行為なんだけどな、援軍できた時点で。でも敵対行為とみなされない可能性はある。可能いいとこはいいや。この人誰だ。高島、イエーイ。17歳なんだ。この顔で17歳は相当老け顔だな。分からん。まあまあかな。長宗我部の家臣なんだ。長宗我部はなんかあっちに小諸城だったっけ、いるぞ。なんか悪そうな顔だな。商人か。畳か。今日ってこれ現代ってこと？じゃあ畳屋ってことは。まあでも風船行こう。 OK。 かやや、塩辛物を預かってたらしい最初は。うん、そうなんや。なんかこいつ誰だ、家康が動いてる。本田か。本田よりこっちを目標に動こう。当然海行きますよね。来た。大崎さん。大崎さんって
北の使徒、廃棄された上杉の家臣になった奥州短大か。とりあえず贈り物、奥州短大だから一応格式が求められるな。じゃあこれいきましょう。政治書、まあまあしか喜んでくれなかった。もういないよな。ツツジが館に戻りましょう。伊丹さんです。イソップ、あ、ダメですね。死を乞う。出た。あれ？うわ、ルービックキューブ。
ああ、まあ悪くはない。3人だけ。ちょっと一回出ます。で、武家のとこへ行って、ないね、大丈夫そう。城に戻りましょう。今3人しかいないんだよな、多分。3人しかいないんだったら1人はあれか。今4人、強国はちょっとダメだな。強国はちょっと具式調達行ってもらおう。さて、一人ちょっと官職にまた追放できます。誰にしようかな。官兵衛はまだ死なないから、官兵衛行ってみよう。あとはやっぱり信雄じゃんね。ということで、いや、人事じゃなくて上州指示。この中でそれなりに大名は別として優秀な上州って誰だ。浮田だ。浮田はどこの国主なんだ。浮田ちょっとおろそう。城主からはちょっと戦ってほしい。城主どこの城主だっけ。浮田、浮田は二国持ってんだ。宇和島城の城主じゃなくて、ちょっとそれなりに思うよな。弱そう。六角。いや、ちょっと待って、岩殿城。もう六角にして移動。いや、
戦ってもらわないとダメだよ。で、一覧で浮田岩屋城持ってるけど、これ直轄領にしましょう。で、あともう一人誰がいいんかな。コロコもいるけどな。長宗壁、一旦直轄にしよう。で、これで戻そう。主命伝達、そうか、ダメなんだ。まあ勘弁ぐらいしかいないよな。合戦？それで結構持ってきた。結構疲れてんだな。まあこれでいいや。輸送ですね。まずはそうだ、金庫、出金、軍資金90,000円。輸送今43万か。軍資金10万ぐらい、兵糧は6万ぐらいあればいいかな。
みんなそれなりに持ってんな、お金。福祉金13万、兵糧が5万、あんまり多くないな、この辺は。大変だな、この辺は。お、これはちょっと内城は軍資金40万、37、38万ぐらい持っていこう。であと兵士も逆に内城から1万人は多いよな。2万1000、兵士2000、軍馬、鉄砲全部っていうとこですね。合戦です。おっと、徳川家が江戸城取ってますね。なんかだんだんとすごい上がってきてる感じがある。じゃあどうするか。まあでもここかな。これ何、結城家か。川越城へ、川越城ちょっと弱いな。まあでも岩槻行っても一緒だもんね。ここを行きたいな、行くんだったら。ここ攻めようかな。どうせだったら行こう。でもやっぱり助けてほしいよね。助けてほしいな。オッケー。うまくったっけこれ。前橋なんかな。高崎だろう、だって。ちょっと待ってくださいね。マヤ橋城っていうのか、これ。
だからもう一回軍用線お願いします。じゃあ行きましょう。強いよ。相手は油断しちゃダメだぞ。やっぱり粘度が高いと思うんでね。それに多分おー4万1000になった。これはすごいグッダンになりそうです。しかも今川軍はやっぱりすごいな。初めて今回援軍読みましたが、まあ北条氏国もすごいな。お、早いだ。あ、火攻めだ。熱い。縄文爆破を仕掛けましょう。
いいよ、どんどん焼いてる。大群ついてるかな、こちらは。そんなに練度が高いわけじゃないけど、まあ数を力で圧倒してるしね。援軍来るんかな、どうなんだろう。今とこまだ援軍が来る気配はないが、どうなんでしょうか。少しずつしか減らせないな。援軍遠いよな、まあ、拒否すると思うけど。だってそろそろね、出せない。待ってよ、まだ大丈夫だ。力攻め、ガンカンカン、あんまり減らない。硬い城だろうな、ま前橋城は。食料は43日分。関東攻めを今行っておりますが、今高津家の国、今の群馬県の前橋城、前橋ですね、今でいう県庁所在地の。なかなか難しいな。船内病棟、そろそろもう一回かけ直さないといけないかもしれない。いいよいいよ、ガンガンガン、もうちょっと。ダメだ、減らすのみ、減らすことしか考えてない。
これで開くでしょう。で、風林火山に復活をふっかける。OK。 8000、 だいぶ減ってきたな。あーやばい、忍者だ相手。早いことだからギブアップさせないとダメだな。軍技スッパーはめんどくさいからな。交渉勘兵衛に行かせましょう。どうするか。高博障害退去、五分五分でも、断る。まだだ、まだ来ない。もう一回軍技。縄文爆破してやれ、こうなったら。交渉もう一回勘弁。いやもう自分が行く。降伏を受け入れると。
無駄な戦争はやめよう。ダメでした。まだだ、なんぼでもやってやる。ほぼ仕上がって。じゃあ力攻めだ。ようやく二の丸か。交渉わしが行く。これでどうだ。ふざけんな、ほんと。引き伸ばしか。なんぼでもやります。半分に削った。ダメでした。野戦に突入です。まあそうだろうな。待機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 です。組打ちってここで組打ち鉄砲、いきます。
センターが開かれた。もうこれ的とあえて動きそう。終わり。
ダメっぽい。うん。あ、そうなんだ。発約中無理。いや、無理ではない。できます。ちょっとこれ軍技いけんじゃないかな今度は。うん、分断命令交渉勘弁。あ、もう降伏ですよ。はい、降伏。本当？あ、いや、ようやく。OK です。マヤ橋攻略成功です。そしてちょっと合戦、これで終わりではないです。これだと回らないといけない。忍城へ行きましょう。あと35日分か食料は。うわ、全然兵士がいない。委任は
援軍、一応援軍は要請しとくかと言いたいとこだが、援軍がいない。まあ援軍は今回取りやめでいきましょう。スタート。これは寂しい。だいぶ減ったな。早っ。押し上へ、まあ戦うしかないかな。野戦か。相手は誰だ？大将は結城晴れ晴友。でまあ当然、まあ、作戦は同じですね。そんなにいい手持ってないと思うんで、次のターンあたりだろうな。組打ち鉄砲が肩開くのはここで組打ち鉄砲かな。いや出ちゃダメ。
まだだ、まだ、来たか、早いな、動く。一斉攻撃ってなんだ。オッケー。動き出した。オッケー。オッケー、撃破。500円分が OK。 お、元服なくなった。2度目
まず風林火山からだな、いつも通り。最大賞だからな、どうなるか。食料の問題もあるんでね、ダメでした。食料あと31日分ですね。どうだ、もうちょっと。オッケあ、退却した。関東西側を攻める感じになるよな。トップは伊丹さんです。誰、当然川越城かな。あとは館林、岩槻があるが、まあ川越でいいでしょう。本日最後のバトルになると思います。ここも少ないな。委任は秀吉以外全員で、なんだ、援軍要請だ。今うちにザネ頼むか、お願いします。オッケースタートです。
もうなんかもう一気に決めようっていう考え方かな。リンカさん、あ、消えるんだ。縄文爆破で一気に決めよう。岡部来た。いいね、結構強い。サマになった。ちょっともう、軍技に入るか。超速壁、超幸福勧告、まあ備え対象だからあんまり関係ないけどな。あ、仕方ないですね。あっさり解除しましたね。もう一城ぐらいいけんじゃないかな。岩槻城あたりいけそうな気もするが、紹介行ってみよう。岩槻城
24日分なんだよな。だからまずは援軍要請なんだけど、援軍はのため兵糧なんだよな。兵糧はダメだな。これを3万石お願いします。多分あの数から言えば勝てると思うんだよな。ただやっぱり24日なんでちょっと心もたない。まあ、力で押す策もあるけどな。やっぱり風林火山これね、78一分になった兵糧は。ナイス。いきなりかよ。またまた まあやることは一緒ですね。なんかモチベがちょっと落ちてる感じはしますが、よし、今だ。組打ち鉄砲作動。攻撃波を狙う。
もう一気に溶けていった。溶けた。援軍できる。3000人しかいない。 OK。 お月総理テーバー市場も行けるかもな、このまま行ったら。いや、ここはまあ任せましょう。
縄文爆破。やりました。総大将を倒した。岩槻城まで取りましたね。赤池さん3番手。さあ、もし攻めるとしたらまだあるからな。難しいな。こっち行ってもいい、稲村ジェーン行ってもいいか、結城滅ぼしてもいいな。結城行く。竹林市場というと臭くもあるが、雪行ってみましょう。備え配置1万か。数では一応上回ってんな。でいつも通りで、もちろん援軍呼ぶ。援軍呼べる援軍がそんなにおらん。やっぱり氏政か氏真か。お願いします。 OK。なんで奥に詰めてんだ。最後だからかな。本丸で決着つけようっていうのか。援軍もいるから気をつけないとな。今度は北条が助けに来るかもしれないし。来たか、ついに。
でも体力がもうほとんどないから、これが最後だろうな。早い、和議の使者。え、諸外退去ってだって代案、種族勧告ってどうしよう。さすがに無理です。でも場外退去って確かこれ結城のラストの城じゃなかったっけ？違うのかな？再度力攻め。はい、に終わる。あー、伊達家滅亡です。これでもう、縄文爆破は決めましょう。一応軍議。もうちょっと、もうやっちゃっていいよ。やりました、本丸陥落。立場市場でもバトル行われてますね。手橋とか行きたいけどな。はい、小山城行ったで。と思ったけどやめます。っていうか無理だ。帰還しましょう。
嬉しくなった。なんかまた増えましたね、仲間が。楽しい仲間が増えました。いろいろ治安向上が高い。どうよ、3000でこれだけ稼いだ、まあ悪くはないと思うよね。4000の5だから、4000余りの5だから、2万ぐらいは稼いでくれてるわけで、すごいな。大砲も買ってくれてるし、まあ失敗してる人もいるけど、まあ仕方ないや。80か。でこれで。100に回復した。名声がもうマックスになりましたね。武士勲功も6万、朝廷貢献度とかは、朝廷貢献度1しかないやん。
これって有機錠だよな。ここの道をつなげられたのはでかいな、忍城の。ここをつなげないといけないな、次は。で、次どこを攻めるかだよな。桜城行ってもいいかもな。まあでもここはもう結城家全滅させるのもいいかもしれないな。館林は徳川取っちゃってるや。徳川の勢いがすごいな。まあこうなるとちょっとほっといてもいいかも。ここなんか戦いになってる。誰が攻めてるんだ。誰がやったんだ。こっから途中城から攻めに行ってるかもね。あ、ここも攻めないとダメだな。まあでもここはな、今川にあげたいんだよな。あ、今川に命令してここ攻めるように言っとこう。お、頼康が沼田城へ攻め入っておりまする。援軍を出すなら今かと。ということですね。まあ沼田城を攻めてもいいとは思いますね。なぜなら沼田城を攻めることへつながりますからね、あそこの道が。蔵王神事。あ、左近おめでとうございます。あ、すごいな。今どこにいるんだっけ？まず八王子城から結城城に兵士6,000人は欲しいよな。で、鉄砲とかはまあいいや。兵糧だな、むしろ。3万ぐらい。まあ、兵士は全部。
まず軍は鉄砲とも最大に集約しましょう。ちょっと福祉基礎福島城の軍資金が足りないな。7万ぐらいは軍資金ないといけないと思う。沢山城から兵糧は6万ぐらいかな。7万と。井岡城。この辺がやばいんで、軍資金も8万ぐらいかな。今年度はやばいな。フォローは足りないな。
鼻症状が。1603人か。あ、お金はすごいある。こんなもんか。で、台か。台サイズの城って、あとは馬屋橋城か、ぐらいだな。拠点移動。朝宗か。片倉杖金じゃないですか。案外こういうのじゃなかった。お、三村もなんか援軍に出てんな。沼田城攻め。どうする？これメインは橋場家だからな。知ってる。兵士数としては姫路城ぐらいしかないんだよな。あと大阪城か。
この感じ。で、ヘシスはこんな感じか。いや、違う違う、反対だ。こうだ。あ、いや、違う。本家は前橋城だからこうだ。ああ、降下数だけか。うん、これで OK。 前橋城はちょっと突出しすぎだよな。で、与力をちょっと相関しましょう。はい、派遣か。まず家老クラス1人強い。うわ、みんな強いな。有能すぎるんだよな。もうとなると小クラスか。85歳ってすごいな。まあ、じゃあ入れましょう。
信勝すごいな。ちょっと兵士起こせや。しかも軍資金ないやんけ。信勝からかっぱらっていこう。直轄領にします。で再度戻します。信勝に与力を派遣。
石切ってどこだ、宮津城。花山新君、昭和城、飛山城か。わ、悩むなこれ。遠くかもしれない。準備状況か。はい、ということで。はちょっと長くなりましたが、内政も実施してここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。もう一度現在の勢力図を見直してみたいと思います。こんな感じですね。関東地方西部へ、行きまして、一部は結城の方、あと小山城かな、こちらにも勢力を伸ばしております。小山城、唐沢山城、あとまあ沼田城だろうな。沼田城に援軍を出すのが最初かもしれない。はい、ということで、関東地の方にいよいよ進出ですね。あなたに取ったところっていうのは、こことこここと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 ここ、ん、かん、自力だけで7つ取ってるな、すごいな。プラス、徳川が江戸城と館林城も取りました。
函館城が北条を捉えたので、北条は北の方へ活路を見出している状態ではありますね。当然南部とかは必勝抵抗を試みますでしょうけどね、大崎とか葛西は。そして安藤は この辺を追い詰めていくのが今後の課題になる、次の課題になるかと思います。関東を蹴散らすことを次回も中心にやっていこうと思いますので、ぜひ、次回の活躍もご期待ください。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローをぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please、はい。そして、アーカイブを YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。プレミア公開で2日後、7日21時頃にプレミア公開予定してます。ぜひ見てください。Please my Twitch アカウントフォロー and my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド and グッドボタン please。 This live archive upload my YouTube チャンネルプレミアライブ2 days after。 そして、旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。太鼓リシネ 5DX ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。